こで、はい、ヤクトとプロでまずやってみましょうか。あ、何？あの普通のナインボールです。はい、ナインボール。はい。バンキング勝負わかりますか？バンキングわかります。向こうに手前来た方が勝ちってやる。そう。ここに近い方が、ここに近い人。はいはいはい。がブレイクですからね。ここに近い人の方が勝ちです。ちなみにこれ半分よりもこっち行っちゃったら負けになっちゃいます。じゃあこれいきます。ナイスミーチュー。これ一緒にやるんですか？はい。せーのなのこれ。いいですね。自分のダルについてます。おお。あちょっ。うめえな。ミラクル出した。これはミラクル出しました。ミラクル。ミラクルだね。お前はよくやるよね。どうぞ。これちなみに9入れる歌詞なんだろ。そうだよ。そうですね。はい、そうですよ。で、順番にやってて途中の当てんじゃねえぞってことでしょ。そうです。まずこれ3番が邪魔なのね。そうです。邪魔見ろって感じですね。そうなんですよ。じゃあこれとかブレイク全然違う。あーいい感じでしょ。これファールなんで好きなとこ。ラッキーじゃない。これをね。そうだ、ね、すぐ打てんのか俺は。もう手加減なしね。俺もうマークぶっとしてる。サイン X 事情の。あーいいね。自分のあのみこしもね。おお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 。そうだぞ。いや、とりあえず2やってよ。そう、今もう、もういい。あの、狙わない。もう、俺はね、チョークは忘れないからね。いいぞ。あへへへへへへへ。見せてやっくんだ。これ、キュッキュッとパッツって返して、サンマックス自分の。なんつって。これ、入るかもしれないし。お？意外に。あ、マジか。あち。あちち。あ。あーっとこれはちょっとプロ。プロサービスしすぎなんじゃないですかこれ。あのここだろ。思うより左の。こう言ってみろ。触ったらファウルだぞお前。触ったのか。同じ緑色だぞお前。仲良くしろ。ここな。よっ。オッケー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 。お。ああ難しくなる。お前なんで仲良くしちゃったんだこれ。これどうすんだよ。考えた結果。はい。してなし。とりあえず当てますよ。白入んないように当てますよ。そうしたらあともうラッキーでいいですよ。はい、そうですね。適当に入れば嬉しいなぐらいですよ。入んないかもしれない。タタタンみたいな。タタタンっつってもうタタタンってなるね。なるよ。あ、その可能性もあります。はい。おお。逃げた。これはじゃあ決めれるんだ、置けるんだ。そう、だから僕が好きなこと。はい、ちょっと今、よし。え、次の4番入れたいね。おお。要は、崩すよ。崩すっていうかね、崩さないんだ。で、そっからどう。え、これ8番。マジっすか。なんで次のことなんか考えらんない。いやーすごい。ちょっと失敗した。今これもしかして9でやってました？やってません、9は。7番。
やいやいやいや、これ当てなきゃいけない。そうですそうです。4番ですよ。おー、違かった。ん、6。あー、違うか。あ、これでも、いやー、これはこれ、今ライボールがここだから名前だからチャンスだと思うんですよ。そうだぞ。あー、そうなんです。ね、ほら、いった。いや、あー、ここ出しに行ってる。いやー、そこに行ったの。あ、そこ出しに行ったんすか。ここを狙う、ここを狙うからですな。バンキングってやつですな。こうですね。ね、9番に触らずだから。触らずだぞ。しかし、何なんだこの構えは。面白い。すげえ。おー、近い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 。わー、綺麗ですね。いや、もう6か。もうこれはいいですよ。いや、これはね、いいんですか。もうやっちゃってください。いいです。もう息のに止めてください。え、あまさかの、まさかの、これ来たでしょ。これまさかのこれまっすぐつければいいんだよ。マー君、これはね、もうね、いいよ。もうとにかく僕は出るよ。遠いな。やっと奇跡が起こるのか、これ、いきなり。これついたら反則とかある？反則じゃないですよ。あの、それで つければ大丈夫だけど、いい？メカニカルブリッジっていうのもあるよ。そう、嫌いです。嫌い。頑張って。じゃあ、いけんの。いや、実力出ましたね。実力というかですね、よくあるあれなんですけど、本番めっちゃ強いんですよ。ただ運があったかな。あのね、違うの、奇跡は2つ起こってんだよ。起こってんだよ。勝った前と、なんだっけ、最初のやつ、あのバンキングね。バンキングから奇跡は起こるんです。あのね、ホットコメントなんか起こすんですよ。ありがとうございます。それから、次あれかい、カズカと、プロじゃない、プロ、せっかくだからさ。マジか、やばい。わー、なんだっけ。いやー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もういいのか。いいよ、自分のタイミングで。はい。強すぎた。俺も強くついちゃった。そして半分半分だ。いいな。いいんじゃないの。思ってもないよ。じゃあ、プロのブレイクを見てみましょうよ。これいいね、いいね、いいよね。さっきのやつが見れなかったね。よし、来たぞ。何が来た？何か、はい、3番の3番狙うんだ。3番打ちゃいいんだ。3番はまだ忘れんな。何が？9入れたら、そこは9番。そこめっちゃ眩しいとこだよね。この3番を入れるんだったら。あ、そうですね。どこに入れますか？え、どこに入れるの？どこに入れるの？ここかな？あそこ入らないやな、上。そうね、こっちしかないんで。こっちしかないから、カズカ君、カズカ君が来ましたよ。ほら、そういうこと言うから、みんな余計なこと言わないで。落ち着いて。
これ、これ勝負ですからね。いいですか、ハーレー。そうですよ、勝負ですから。本当に弱いのかもしれない。言います。はい、来ましたよ。エンジン入っちゃうぞ、これ。来るぞ。これは来た。おーって言って終わりそうじゃん。あー左外した。あーと立った。車が回ってきた。回ってきましたよ。回ってきたわ。しかしボール3つしかないけど。しかしどれどれどれ、茶色茶色茶色か。しかしこれはちょっと右に当ててこう、ここを狙いましょうね。あー、そういうことか。左はこっち。そうそうそう。こっちか。そう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 。そうそうそう。ほら、それでもギリギリ左に当たった。そうか、でももうちょっと左にしなきゃいけなかった。難しい。だから順番に当てなきゃいけないんだ。あー、当てるだけじゃダメなんだ。そうだ。あー、入らないね。これチャンスだぞ。チャンスかな。チャンスじゃない。これはこれはこれはいや厳しいのか。これまっすぐ当てたらいいの。まっすぐ当てに行くと急に当たるかな。先になんか起きない。大丈夫。何が何を持って。あ、なんかね今トラックが通ったんでしょうかね。そういうこと。通った、うん、トラックが通ったと思うよ。大丈夫じゃない。うん。こうかな。行くかしら。行け。いや当たった当たったよ。当たっただけだけど。すごいよ。だよ。長いのが当たっただけでも成長をみんな見てほしい。その通り。そう。しました。おお。いやこれはもうね。プロですから。そうですよ。あー、来たぞ、ほら。カズか。来た、来た。チャンスだぞ。まさかの、これってさ、こっちから行けばいいのかな。あれ。ほら、頑張れ。これはいけるでしょう。こうだな。これ、さっきのと一緒だからね。上ついちゃうと前行っちゃうからね。そうだぞ。チャンスだぞ。ついちゃうと前行っちゃうからね。要は白い玉を植えついちゃうと一緒に入っちゃう。あー、そういうことか。ということはさっき教わったな。真ん中よりちょっと、そう、真ん中より真ん中か、真ん中よりちょっと下。こうじゃろ、こうじゃろ、こうだな。そうだ。ここかな。下だぞ。下だな。えっ、だいぶに当たっちゃってたの今。ダメだ。お前弱いじゃん。なんでなんで練習練習これ、私の性格が全然出ない。全然出ない。なんでなんでなの。クリアも決めたぞ。これおかしいわ。分かんないぞ。何が起こるか分かんないからな。石火のせい。全ては石火のせいだ。何が起こるか分かんないぞ。そうだぞ。これ当たんないかもしれない。これいや当たるだろ。当たるいやこれ当たるだろ。お前あーだいぶ違かった。あ、封鎖されてた。ほらほらほら、優しさだぞこれ。しかでもな、厳しいぞこれ。これ難しいこれ厳しいな。これはここら辺違うな。こうこうしたいから。そうだそうだ。ここに当てたらいいんだ。そうだ。こうしたいからここだから。あ、西部がありがたいことに鍵を作っている。このぐらい当てる感じ。ちょっとだけ。このぐらいね。そう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 
これもうまっすぐ打つしかない。奇跡起こせ。起きろ。お、起きた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 起きろ。お、起きた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 。来たよ。来た。あのね、新時代の天才プレイヤーの。なんかお前ら二人、あんたら二人何なんだよ。すごい。すごいすごかった今。ね、不思議だった。不思議だね。いや不思議じゃないのかもしれない。いや。実力なのかもしれない。実力。ね、実力。すごい。教え方が上手だった。あのね、そもそもスローモーションでね、ドラマチックだったよ。そうだよね。あの甲子園の発球がさ、あの力足んないよーって囲んでるもんね。お疲れ様でした。もうね、結構ハマったんじゃないですか。ハマったも何もね、キャラを捨てました。忘れてたよね。もうとっととズラ取りたい。今日ヤクトだったら、こんなに面白いと思いませんでしたね。いや、はい、それは良かったです。いや、あの規定では。基本45分の放送あるで、2人であれなんですけど、気づけばもうね、あっという間にね、3時間なんかあっという間過ぎてますよ。ほんと？そうなんだ。始まってラーメン屋だと1時過ぎですから。ラーメン屋の話はすんな。3時間、今4時半ですから。3時間、そんなにできちゃう。でもあっという間だったね。あっという間で、最初のね、どうにも、どうやってもね、何を、どう立てばいいのみたいな、こう私はどこみたいな。そうですね。で、途中それ掴めるといいね。そうですね。で、金塚は、もうふわ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 入れていくタイプよ、なんか感覚でね。感覚で、そんな感じ光ってたね。感覚、そうなんだ、感覚いい。よかったね、金塚。理屈タイプよ、やっぱり、ちゃんと知りたいタイプです。なんかお人柄も素晴らしく、しかも分かりやすく、なんかその、なんですかね、言葉が一個一個が、こう無駄がないというか、なんか的確なお言葉で、びっくりしました。いや、ありがとう。これはちょっとね、広めたい。そうですね、もうちょっと広まったら。で、大事なことがあるんですよ。そうですよ。よく気づきましたね、やっぱり。レッスン料をね、今お支払いしますので、ちょっと、周りの。ありがとうございます。はい、レッスン料はもう本当にあの、いやいや、ちょっと感動したので、ご縁がありますように、ご縁で。いいんですか？いやいや、違うんです。あの、これもうセットで、とりあえずありったりで、ありがとうございます。一人3、3ずつでいいですか？3、3ずつ。はい、全然、あの、これでも足りないのがあれなんですけど、いい。じゃあ、カズコから。数えてみて、色っぽく数えてみて。色っぽく？うん、大事だぞそれ。大事だぞ。うん。1枚、2枚。うん。色っぽいって言った。もうちょっとなんか賢そうに、そうそうな。1、2、3、4、5、6。全然色っぽくねえなお前これ。ありがとうございます。なんかこう求めてしまってあれなんですけども、一言ずついただいてよろしいですか。総評。あ、そういうこと。あ、僕からですね。いやいや、もう本当になんだろう、センス溢れる。お、やだ。感覚派でね、いけるんで。おお。すごいじゃないか。らしい、らしい。色もないの、本当に。いや、本当に正反対で、もう本当に感覚派。で、もうとにかくもう理論派もうなんでこうなるんだ、なんでここに当たるんだみたいな、でフォームはどうするんだみたいなね、きっちり知りたい。もう頭で全部考えようとするんで、なんか手と足が一緒に出るみたいな、ね、っていうビリヤードでしたね最初ね。ありがとうございます。でもやっぱりそこから力抜いたら、それはそれでまた到達するんですよ。だからなんだろう、
感覚派で言ってもどこかで理論ちょっと入れていかなきゃいけない、理論で言ってもどこかで感覚入れなきゃいけない、どこかで愛マイエルにね、アミエルとかがね来るんですよね。なるほど。どっかの基準ができるまでがちょっと大変ですね。そうです、ね、そうです。フォームが固まるじゃないですけど、そうそう、フォームもね、うん、右手のストロークもそうですし、ブリッジもそうですけどね、もうちょっとでも練習していくと、うんうん、でも本当にいろんな楽しみがあるんで、ぜひ今日だけじゃなくて継続してまたやっていただきたいなって思います。さあ、マーク先生、本当になんかもう、なんか贅沢な、ちょっとお題を考えないかもしれないですけども、大大満足でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マーク、ビリヤード教室でした。イエーイ。イエーイ。